オセス、今回は B リーグ第3節アウェーにて行われます秋田ノーザンハピネッツの試合の見どころを紹介していきます。秋田ノーザンハピネッツと言いましたら、かつては B2 には1回落ちたんですけども、1年で戻ってき、そして強固なディフェンシブを誇るチームであります。やっぱり秋田ノーザンハピネッツの特徴と言いましたらね、最初に言った通りディフェンシブなチーム、基本的にはオールコートでの当たりっていうのはよく使ってきます。でオールコートで当たってきての、いわゆる琉球ゴールデンキングスのみならず他のチームもベターな戦術として使うのはピックアンドロール、センターがガードもしくはフォワードのとこに来てスクリーンをかけて、フォワードがそのスクリーンを利用するという戦術が一般的に使われてるんですけども、秋田ノーザンハピネッツはそれを逆手に取り、ピックアンドロールを仕掛けてきた瞬間抜いた選手に対して一瞬だいたいセンターつくとしたらコールビー選手、コールビー選手がバッて出てきて止まったところを一気にコールビー選手とガードの選手だったり、ガードの選手ともしくはブリッツを仕掛けてきた選手がダブルチームを仕掛けてボールを取るっていうのが秋田ノーザンハピネッツの特徴であります。そして秋田ノーザンハピネッツと言いましたら、今4勝0敗で東地区のトップを走ってるチームであります。今回やはり注目すべき選手と言いましたら、まずは小野寺選手。小野寺選手はかつて秋田ノーザンハピネッツにも在籍していまして、琉球ゴールデンキングスに移籍したその年のアウェー戦で小野寺選手の活躍があって、アウェー戦での第1戦は琉球ゴールデンキングスが勝つことができましたので、小野寺選手のファイトっていうのも注目したいですし、やはりねオフェンスで点を稼ぐとしたらやっぱ岸本選手が輝くかなと思います。新潟アルビレックス BB 戦では岸本選手が3ポイントを決めて、今現状3ポイントの確率が 50% を超えている状態であります。この流れをキープできたら秋田ノーザンハピネッツ相手でも岸本選手が3をバスバス入れてくれると私は思います。そして琉球ゴールデンキングスの士気を開けるためにもジャッククーリー選手のインサイドでの献身的なプレーも必須ですし、フォワード陣のオフェンス力、フニュー聖也選手のディフェンシブな力っていうのも注目したいポイントでもあります。オフェンス面でのね、やっぱ要注意選手っていうのはね、誰もが思い浮かぶ選手が一人います。そう、古川選手です。古川選手かつては琉球ゴールデンキングスにてエース級の活躍を誇っていた選手でありまして、去年度に秋田ノーザンハピネッツに3年契約にて移籍しました。そして移籍後すぐに当然大活躍しまして、日本人選手の中では一番得点を稼ぐ選手となっています。1節2節終えて今現在平均得点が約14得点。古川選手をやはり止めないと琉球ゴールデンキングスは厳しい戦いになると思います。やはり古川選手だからこそ琉球ゴールデンキングスのディフェンスの特徴なり知ってるはずなので、そこを攻略しないと琉球ゴールデンキングスはやっぱりちょっと厳しいと思います。そしてコールビー選手の身体能力っていうのも怖いです。コールビー選手といったらね、ブロックのやっぱ数値っていうのはすごい高い選手でありまして、数々の攻撃をブロックした経歴を持ちますので、そこも気をつけないといけません。最後に今年からキャプテンに赴任しました中山選手。中山選手ディフェンシブのところで言いましたらね、スティールがやはりめちゃくちゃ多いです。スティール王にも確か輝いてたはずです。選手が攻撃的なディフェンスをしてスティールからのターンオーバー速攻を食らったら秋田ノーザンハピネッツの流れっていうのが来てしまうので、琉球ゴールデンキングはそれをやられないようにオフェンスを組み立てていく必要があると思います。秋田ノーザンハピネッツを攻略する鍵と言いましたら、琉球ゴールデンキングスが流れに乗ってから一気に得点源稼げた時に崩せるチャンスがあると思います。秋田ノーザンハピネッツも、プレシーズンゲームにて宇都宮ブレックスと戦って、最初は30点入れることができたんですけども、その後追い上げにより流れが断ち切って、そのままずるずる悪い流れが引っ張られて宇都宮ブレックスに敗北したっていう経歴がありますので、琉球ゴールデンキングスも最初仮に流れ取られても、岸本選手のスリーポイントやジャック・クーリー選手のリバウンドバスケットカウントっていうのが積み重ねていけば、琉球ゴールデンキングスの流れが一気に秋田ノーザンハピネッツの流れを覆いかぶさって、その琉球ゴールデンキングスが勢いに乗れると思うので、そこに勝利のチャンスは見えてくると思います。秋田ノーザンハピネッツ今一番勢いに乗ってるチームかと思うんですけども、琉球ゴールデンキングスもこの2連勝した勢いに乗って秋田ノーザンハピネッツに黒星をつけたいと思いますので、いろんな視点があるんですけども、琉球ゴールデンキングスを応援し、琉球ゴールデンキングスが勝利するとこを見たいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。